はーい、こんにちは。キャプテンコージです。今ね、僕のお気に入りのアクションカムが行っちゃいました。ちょっと電源つけてみますね。何が言っちゃったかというとですね、このように、あら、このように、あの液晶がね、ちょっともう言っちゃいましたね。液晶がダメですね。そしてあの何をやってたかというと、このね SD カードを入れる箇所があるんですけども、ここのね、あの押さえがね、 SD カードの押さえ、今直ってるんですけども、これ押した時にカチッとねはまらなくて、こんな状態であの戻ってしまうんでね、あのカチッとはまらなくなったんですよ。 SD カード、あのマイクロ SD カードはね。それであの中をねちょっとね分解してね見てみようということで、中を分解したら、ちょっと待って、もういいや。こんな感じでね、液晶画面をつけるこの画面ね、これをあの差し込むね、差し込んでつけようと思ったらですね、この折り返しのところで、わかりますかね、この出っ張り、これに思いっきりねギューッと押したもんで、パキッ、音は鳴ってないんですけども、ここがちょっとねあの当たってね、で破けてしまったのかな、損傷したのかなと思いますね。液晶だけ変えるわけにもいかないし、このまま使い続けるわけにもいかないしね、これ設定できないのでね。ということで、行っちゃいました。これはまだ大丈夫なんで、もう一台あのムソン買うかね。いや、ムソンはもう買わないかもしれない。でもね、結構ね、あの音声もね、あの良かったので、悔しいです。使い倒したかったんで、まだまだね使い倒したかったんですが、ちょくちょくね、あの不具合が出るんですよね。今日はこの32GBのこれがうまくはまらなくて、カチッと言わなくて、バッテリーもまだあるしね、これヤフオクで売るかなこの辺はまだ使えるんで、ヤフオクで売っていくらかなるかなと思いますけども、とにかくね悔しいの一言ですね。あともうこの液晶をつけるだけだったんですがね、ちょっとね、あのこのつける時にねカチッとはまらなかったので、ちょっとね隙間が空いてたんで、無理やりね押し込んだんですよね。そしたらこのここにねはまるはずなんですが、これが液晶の、これがわかりますかね、これがここにはまるよね。なんか不具合かなね、おかしいよねこれ、外やからね、これ内側にならんと、内側になって、そしてここにあのあれがついてるでしょ、接着剤がここについてるでしょ、これねえ、これが
なんでついてるのか、これが隙間空いてないんで開かないんですね。接着剤ついてもいいんだけど、変な作りですよね。これはまあ下向きに向いてるんですけどね、まあちょっと残念なお知らせですけども、しばらくね、まあどっち、どうしようかな、まあビデオカメラ買う予定はありますんで、まあ2万円ぐらい出して、2万円出してちょっと良さげなビデオカメラ買って、それで撮りますかね。でも走行動画も撮れないんでね、しばらくは走行動画は撮れませんので、どうするかな。このアクションカメラ良かったんだけどな。ちょっと考えたいと思います。ちょっとね、今日はね、しばらくiPhone7 で撮りましょうかね。そしてなんか考えますわ。走行動画撮れるかな。撮れないな、バイクの走行動画はね。やっぱりアクションカメラやないとね。もう一個買うか検討しますが、その前に、そうやね、前から欲しかったんで、ビデオカメラを買ってみようと思います。望遠ができるんでね。で、まあ、車は、なんとかいけるかな。今のビデオカメラ軽いんでね。車、車載の走行動画はいけるかもしれないですね。はい。そんな感じでね、もう、ちょっとね、なかなか分解して組み立てっていうのはね、動画見てたんですけどもね、難しいですね。はい、そんな感じです。もうきっぱり諦めます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。